陽介シャウト。こんにちは、陽介です。今回は先日リリースされたビートルズの最後の曲、新曲ですね、 Now and Then、 この楽曲についてのレビューを含むザ・ビートルズについてここ最近のまとめ動画になります。ついこの前 Stones のニューアルバムが出たばかりで、今度は間髪入れずビートルズということで、皆さんもう聞きましたか？ Now and Then。 僕はもう何十回も聞いてね、何回もボロ泣きしてますけども。ということで今回の動画はこちらのチャプターの流れで進めてやっていきたいと思います。それではやっていきましょう。まずはこの Now and Then の制作の経緯ですけれども、こちらをご覧ください。こちら Apple Music のNow and Then のライナーノーツって呼んでいいのかな？こちらご覧ください。こちら内容的にはシングルリリース直前に公開された12分間のショートフィルムの内容と被る感じもありますが、小野洋子さんから手渡されたジョンのデモテープをもとに、ポール、リンゴ、そしてジョージの3人が1995年頃に集結して3つの曲に着手する。いわゆるビートルズアンソロジーのプロジェクトですね。そこで2曲、Free as a Bird と Real Love は完成に至って発表されましたが、今回の Now and Then に関してはお蔵入りとなっていました。その理由としては、技術的な理由ですね。ジョンのデモテープに残された音源はノイズだったり、ジョンの声とピアノの音のバランスでそれらを分離するのは当時の技術では難しかったというのがまず一つで、ジョージもギターパートを録音はしたものの、作業を進めるのに難色を示したようです。でもその止まった時計の針を動かすきっかけとなったのが、少し前に公開されてすごく話題になりましたけども、映画ゲットバックですね。 AI の技術で映像も音源もものすごくクリアに鮮明に再現できるようになったということで、当時は難しかったジョンの歌声とノイズとピアノの音、これらを分離しジョンの歌声のみを抽出することができた。この AI のシステムを MAL、 マルと呼んでいるみたいですけども、このマルの技術によって再び止まった時計の針が動き出したというわけですね。メンバー関係者のコメントですが、こちら udiscovermusic.jp の記事を引用させていただきます。こちらも先ほどと同じくシングルリリースに配信されたトレーラー映像と12分間のミニドキュメンタリーと内容が被りますが、ご覧ください。まずはポール・マッカートニー、ジョンの声がとてもクリアに聞こえる、かなり感動した。そしてリンゴスター、まるでジョンがそこにいるようだった、斬新だった。そしてオリビア・ハリスン、ジョージの奥様ですね。そしてジョンの息子ショーンのねコメントもあります。今回のビートルズの話題ですが、シングルで Now and Then のリリースの他にも赤版と青版の2023年エディションもリリースされるということで、しかも新たに追加曲もあるということで、こちらの収録曲も見ていきたいと思います。こちらも udiscovermusic.jp の記事ですが、こちらの記事だと曲名がカタカナ表記だったり放題だったりでちょっと見にくいかもしれないので、僕の方でアルファベット表記に直したものも準備しましたので、こちらもご覧ください。ドン。はい、ということでこちらのタイトルの曲の色が違う曲が今回新たに追加になった曲ですね。僕が追加になって嬉しい曲は、赤版だと I saw her standing there、 You really got hold on me、 ディスク2の後半、タックスマン以降は全部熱いですね。個人的には全部お気に入りです。青版の追加曲で注目は、ヘイブルドッグなんかは絶対かっこよく仕上がってんじゃないですかね。この曲も大好きなんでね。あと I'm in mine とかいいですね。タックスマンもそうだし、あと Within You、Without You も入ってるし、ジョージの曲が増えたというのは嬉しいかな。そして青版の最後に Now and Then が収録されています。ただこれは CD とサブスクの曲順ですね。 LP だと曲順がまた若干違いますので、こちらの udiscovermusic.jp の記事をこの動画の概要欄にも貼っておきますので、詳しく知りたい方、熟読されたい方は概要欄の方もご覧になってみてください。はい、ここからは実際に今回の新曲にして最後の曲 Now and Then、 この曲を聴いた感想、レビューをやっていきたいと思います。日本時間の11月2日の23時に配信ということで、もう30分くらい前からスマホを握りしめていたという感じでしたけども、若干早く配信された気がしたんですけども、22時58分から59分くらいになるかどうかぐらいのタイミングで僕は聴けたと思うんですけども、まあ初めて聴いた瞬間はやっぱり涙が出てきましたね。これが最後の曲かということで、だから聴くのは嬉しい反面、これが最後、これを聞いたらもう新しいものは出てこないと考えると、ちょっと複雑というか怖いというか、聞く我々の方も覚悟がいるというか、そういう気持ちになりましたね。実際にはブートレックとか、あとは YouTube でもジョンのデモテープの音源は流出していて聞いていたので、 YouTube の方はもう今はひょっとすると聞けなくなっちゃってるかもしれないですけれども、どういうメロディーでどういう曲かということは知っていたので、そのデモテープ音源を聞いた時の印象としては結構暗いイメージ、悲しいメロディーという印象で、この曲がビートルズの最後の曲となると、僕はどちらかというと最
最後の曲としてはフリーアザバードやリアルラブの方がしっくりくるというような、そんな印象を持っていたんですけれども、いざ完成された Now and Then を聴いたら、ギター、ベース、ドラム、そしてストリングスなどで肉付けされた感じだと、そこまで暗い印象、悲しいイメージは薄れたなというふうに、そういうふうに僕は感じました。ちなみにストリングスのミュージシャンの方々には、レコーディング時に、このレコーディングはビートルズの新曲のレコーディングだとは明かさずにレコーディングされたらしいです。で、ちょっとここで、この Now and Then のレコーディングのクレジットを見ていきましょう。はい、こちら Now and Then クレジットですけれども、ボーカルジョン・レノン、ポール・マッカートニーの表記、そしてバッキングボーカル、ジョン・レノン、ポール・マッカートニー、ジョージ・ハリスン、リンゴ・スターと、メンバー4人すべての名前が表記されていますが、でもミックスとしてはやっぱりジョンの存在が一番前に出ている感じで、で、何回も何十回も聞くと、だんだん他のメンバーの声も判別できてくるかなといった印象ですね。若いジョンの声に、現在の年を重ねたポールとリンゴの声が重なる妙もあるから、全体的にジョンの存在を強めに出したのかなという、そういうのは思ったかな。でも翌日の22時に公開された MV の方もいましたけれども、 MV の方だとまたミックスが違うんですかね。コーラスの部分、ポールとリンゴの声が若干前に出てきている感があるんだけども、そう感じたの僕だけですかね。映像でポールとリンゴは一緒に映っているからそう感じるだけかな。あと MV 見てもすごく涙が出てきたんだけども、昔のジョンやジョージ、そして現在のポールとリンゴが一緒に映ってるじゃないですか。タイトル Now and Then、 翻訳すると時々時々君がいないと寂しく思うよって歌ってるんですけども、 Now and Then というワード、今とその時、その時のジョンとジョージ、そして今のポールとリンゴ、なんかそういうダブルミーニングにもなっているのかなって、なんかそういう風に感じさせられる MV でしたね。あとコーラスで言うと、曲のコーラス部分とギターソロあたりのバックグラウンドで、あれこれエリーナ・リグビーっぽくねって思って改めて調べ直したんですけど、やっぱりそうで、エレーナ・リグビーとヒアゼアンドエブリフェアとビカーズ、この3曲のバッキングボーカルを使用しているらしいです。これはジャイルズ・マーティンの案で、最初はポールも難色を示したそうですが、ジョンとジョージはもうすでにいないわけで、新たなコーラスをレコーディングすることはできないので、この手法を使ったわけですが、僕はこれに対しては肯定的です。ビートルズって昔から最新の技術を取り入れてきて、特に前期と後期に分けた時、後期の方はもうライブをやらなくなってスタジオ制作活動に没頭していくわけで、そしてサージェントペパーズやアビーロードなどの不畜の名作が生まれるわけで、だから例えばもしストーンズが同じ手法を使ったら、それは絶対ありえないと思うんですけれども、まあ、あとビートルズでも初期の頃のままライブ活動を続けて後期のような作品作りをしていなかったら、ひょっとするとノーかもしれないですけれども、後期のキャリア、功績を考えると、別にこの手法は反則技でも何でもなくて成功法だと思うし、聞いているファンの我々もこの部分でビコーズ、この部分でエレーナ・リグビー、そういったように聞き分ける楽しみもできるんでね。ギターに関してですが、ショートフィルムのドキュメンタリーでポールも言っていましたが、ギターソロに関してはスライドギター入っていますが、これはジョージのテイクではなく、ジョージのスタイルをトリビュートしたポールが演奏しているようです。だから今回の Now and Then、もちろん聴けて嬉しいんだけれども、残念というか心苦しいポイントがいくつかあるんですけれども、その一つが、ジョージの存在感が軽視されている、薄味になっている点ですね。1995年のセッションの時に、ジョージがどれだけこの Now and Then に対して、ギターのレコーディング音源を残しているかは、わからないですけれども、まあ当時技術的な問題で作業が中断した時に、Now and Then の制作作業を進めることに難色を示したのは、ジョージだったらしいし、だからあまりこの曲に対してのジョージの音源って、実はあまり残ってないのかもしれないですね。MV でジョージとポールが向かい合ってアコギを弾いているシーンはあるので、おそらくアコギの音源はジョージの音が入っていると思うんですですけれども、ソロやバッキングのエレクトリックギターはおそらくポールが弾いてるんじゃないかなというふうに僕は思います。そしてもう一つ、ファンとしては期待していた分残念だった点、まあこれがファンの間ではもうすでにいろんな論争が巻き起こっている最大の焦点ですが、ジョンのデモテープ音源にあったバースの部分、まあ日本の歌謡曲は J-POP 的に言うならいわゆる B メロの部分ですね。I don't wanna loseパートですね。この部分が丸々カットされているというところですね。これは初めて聞いた時にえって思ったし、このことについてファンの皆さんも随分と話題になってますけれども、なぜポールはこの部分を丸々バッサリカットするという決断に至ったのか、この件について僕なりに考察していきたいと思います。まず一つはさっきの話にも出ましたが、1995年の時にこの曲に取り掛かった時、作業を進めるに難色を示したのがジョージだったということから、ジョージがこのパートを気に入っていなかったという説。
ジョージを説得しようにももうジョージはいないわけだし、ジョージの当時の意思を無視して制作するというのはそれってどうなのっていう風になっちゃいますし、ただある記事だと新たに作った他のパートをくっつけたりするのにジョージが難色を示したという説もあるみたいだし、当時の技術的な問題もあって作業が止まってしまったというのも重なったので、僕的にはこの説は可能性は薄いんじゃないのかなという風に思っています。続いての説はこちらをご覧ください。こちらとあるサイトから見つけてきたデモ音源版の歌詞ですが、デモ音源だとこの B メロパート2回あるのですが、その1回目の後半の最後の方ですね、この部分歌詞がなくハミングになってるんですよね。この歌詞未完成がジョンがもういない以上どうしようもないと。ただこのパート2回あるんでね、2回目の方は歌詞があるじゃんってことですけれども、音源がもしまだ YouTube とかで聞けたら聞いていただきたいんですけれども、2回目の方もね、この歌詞通りに歌っているかって言ったらちょっと微妙に聞こえるんですよね。だからその辺のクオリティの問題、じゃあ歌詞書き足してポールが歌えばってなったら、じゃあそもそもなんで今までお蔵入りしてたのってことになっちゃうし、そこはやっぱりジョンの歌声を使いたいからだし、だからこの説は結構可能性あるんじゃないかなって僕は思ってます。続いても歌詞についてなんですが、このご覧になっていただいている B メロの歌詞が内容的に不適切、今でいうコンプラ的に NG で、ビートルズの最後の曲としてはふさわしくないのではないかという説ですね。この Lose You は Abuse You の箇所なんですが、翻訳するとあなたを失うか虐待するかという内容なんですね。この Abuse という単語が他にも悪口だったり罵倒するだったりリンチを表したりと、これやっぱり日本語に訳してもコンプラ的によろしくない単語になってくるわけですよ。そういう言葉を残す、それもビートルズの最後の曲としてこういう言葉が残ると、その偉大な功績、ストーリーの終焉、締めくくりとしてあまりに後味が悪くなるんではないか、そういう考え方もできるわけですよ。でもとてですよ、この B メロのパートを削る、カットするのはあまりに惜しい。やっぱりそれだけインパクトの強いメロディー、フレーズなわけですよ。なんならコーラスの部分より強めの深みのあるメロディーにも感じますからね。これぞジョン・レノン的な。果たして今挙げたこの中に B メロをカットした真実の理由があるかどうかは、今後のポールやリンゴのインタビューに注目ですね。絶対にこのことは音楽関係者ならばインタビュアーは絶対突っ込むはずですから。あともう一つおまけというか、まあこれは可能性が一番低い説だとは思うんですけども、一応言っておきます。後にこの B メロパートを含んだ完全版の Now and Then、 仮に Now and Then Naked とでも言いましょうか、そのリリースを目論んでいる説。でも僕は個人的にこの説が可能性あるなら嬉しいかもしれない。まだこの先ビートルズの新しい音源を聴ける可能性、望みをつなげられるからね。でもこれはやっぱりないかな。どうだろう。この動画をご覧になっている皆さんも、この B メロカット問題についてコメント欄でコメントをお寄せください。この件についてはやっぱり皆さん思うところあると思いますんで。ということで今回はザ・ビートルズ Now and Then レビュー動画でした。このチャンネルでは他にもビートルズに関連した動画アップロードしてますので、ぜひチャンネル登録もしてくださいね。それではまた。